ハタガヤ・バルボ・スティラス・バーバタは、カヤツリグサカの植物の一つ。小柄な一年草で、束になって生じる茎の先端に、多数の小棒登場に生じる。果樹部分の拡大輪ペンの先端が反り返っているのが、わかる小柄な一年生の総本。根茎や、補匐型は発達せず、地上の茎や葉は、多数が束になって生じる。葉は、茎よりも短く、緑色で、 細い線形をしており、下部は広がり、基部は淡い褐色で膜状の鞘となって茎を包む。茎は痩せていて、細く高さ12から18センチメートルほどになり、その基部にのみ葉をつける。茎は秋で茎の先端に単一の果樹をつける。果樹は淡褐色の昆布が多数密集して登場になったもので、ある。双方辺は洋上で、 長さの異なるもの複数からなり、長いものは長さ2センチメートルになる。双方辺は1から3枚ある。過剰は多数のコボからなり、径は約5から1 0トル。個々のコボは非新型で、長さ3から8ミリメートル。輪辺は螺旋状に配置し、それぞれに両性花を含む。輪辺は非新型で、長さ約2ミリメートル。高褐色で、 先端は鋭い形で尖り、また外側に反り返る。果実は幅広い東卵型で、長さ約0.7ミ、mm、リメートル、断面は三両型で、気化色に熟す。果中の基部は盤上に膨らみ、この部分はメシベが脱落しても果実の先端に残る。中東は三本に裂ける。和名は畑がやで、二十歳に生えることによる。日本では本州から、 琉球列島に分布し、国外では朝鮮半島、中国、台湾からインド、インドネシア、オーストラリア、さらに北、アメリカに分布する。海岸の日当たりの良い砂地や海に近い日当たりの良い土地などに生える。平地の日当たりの良い畑地や荒地に見られる。旗ヶ谷族の植物は世界に百種あるが、日本に分布するのはもう一種ある。 糸花火天付き B 電車は本種と同様の小柄な一年草で、その外見も多分に似ているが、コボが副産房上、枝を出してまばらに生じるので区別は容易である。ただしこの種の変種である、糸天付きバリエーション、キャピートタは、果女の枝が発達せず、コボが登場に集まる点で、基本変種と異なり、その形は本種に似ている。ただし、これでは果女を構成する、 こぼが5から10個程度しかなく、旗ヶ谷の場合は、こぼの数が10を超えて数多い点で区別できる。より形態的に重要な点としては、本種では、本種では、こぼの輪片の色が淡く、先端が棒状に突き出して、その部分が外側に反り返るのに対して、糸点付き、糸花火点付きでは、輪片が、栗褐色などより色濃く、先端はやや尖るものの突き出て反り返ることはない。 他の属では、天き属のものが多くの点で似ているが、ここが登場に集まるものは少なく、また茎や葉が針状に細い点など似ているものは少ない。分類上の区別としては、この属のものは、下中の基部がそのまま果実と繋がり、脱落してそこに何も残らないのに対して、本属のものは、下中の基部が肥大して残る点で判別できる。以下、種として、薪の原状。 P381 以下、花に関しては、星の星のほか、P602 大橋ほかへん、P297 巻の原著 P381 大橋ほかへん、P297 以下、大橋ほかへん、P297 大橋ほかへん、P47。ありがとうございます。